井上尚弥とドネアの再戦についてさまざまな意見が交わされる中、米国のトレーナースティーブン・エドワーズ氏が井上尚弥とドネアに対する過去のレジェンドボクサーとの比較や各々に対する評価など非常に興味深い発言をしている。エドワーズ氏は元 WBA、IBF 世界スーパーウェルター級王者ジュリアン・ウィリアムス、米国のトレーナーだ。現役のトレーナーでありながら米ボクシング専門メディアボクシングシーン .com でコラムを執筆する理論家だ。エドワーズは井上はドネアに対してよりボクサーらしいスタイルで戦うだろう、ドネアへの KO を試みた、前回の対戦のような展開よりもアウトボクシングの時の方が井上は成功していたから、スティーブン・エドワーズはドネアにも熱い視線を向ける。現在39歳ながら衰えぬ闘志をみなぎらせているフィリピンのレジェンドについて、過去30年間に登場してきたファイターの中で最も野心的だと最大級の賛辞を送る。シュガー・レイ・レナード、米国スーパーエキスプレス、元5階級制覇王者、36勝26 KO 3敗1引き分け、ロベルト・デュラン、パナマ、石の拳、元4階級制覇王者、103勝70 KO 16敗、イベンダー・ホリフィールド、米国、元クルーザー級統一王者、元ヘビー級統一王者、ヘビー級王者に唯一4度返り咲いたボクサー、43勝28 KO 10敗2引き分け、トーマス・ハーンズ、米国、モーターシティコブラ、元5階級制覇王者、61勝48 KO 5敗1引き分け、といった歴戦の猛者たちの名前を出し、最強王者の井上にあえて再び挑み、4団体統一王者を目指す姿勢にも注目し、フライ級からフェザー級まで強敵と戦い続けた実績から、ドネアはレナード、デュラン、ホリフィールド、ハーンズら全員を凌駕するかもしれないとしている。ドネアは井上のリズムを破るためにジャブを多めに狙うと予想する。ドネアは最高級のボクサーだが、井上はこの試合を制する。なぜならドネアよりも10歳以上若く、ただただ才能とスキルを兼ね備えている。井上はただ若いだけじゃなくて、ドネアと同じぐらいのスキルを兼ね備えていて、才能もずば抜けている。だから彼が勝つと私は予想する。ただしドネアが井上を無残に KO したとしても全く驚きはない。どうしてかというと、ドネアには神から授かった当て感があるから。私はうまく言い表すことができないが、ドネアはそれを応用する術を熟知している。この歴史上で誰も繰り出せなかったようなタイミングでパンチが出てくる、受けた相手があっさりとやられてしまうような一撃が出せる。井上もドネアも謙虚だが激しいボクサーだから良い試合になると予想する。私が最も賛辞を送りたいのはこのリマッチを引き受けたモンスターのメンタリティだ。井上のような立場になると普通は一度勝った相手との試合を毛嫌いして引き受けたがらない。リベンジを狙うドネアにさらなる力が生まれかねないからとも語っている。エドワーズは以前、井上こそが世界最高のファイターかもしれない、井上は層が厚いとは言えない、バンタム級の選手で対戦相手の選択肢も限られているだけに判断するのは難しいのは事実。世界的な知名度に関してはバンタム級で戦う日本人ファイターが世界一になることは本当に困難なことだ。ボクシングメディアはアメリカがベース、そして147ポンドウェルター級以上の舞台は知名度も高く選手層も厚い、仕方ないことでフェアとは決して言えないが、それが現実でもある。井上は118ポンドバンタム級以下で今まで見たどの選手よりも優秀だ。彼はスペシャルで147ポンドだったとしても特別だろう。常に自問自答する。このファイターは小柄だから軽量級の王者になれたのであって過酷な階級では太刀打ちできないのか、あるいはただただ偉大なファイターなのか。井上はただただ偉大なファイターなのだ。だから私の意見ではそれだけ彼のことを高く評価していると。井上尚弥はパウンド4パウンド1位に値するとコメントしていた。そんな最高のボクサーである。
胃の上に対抗するためにはまずフィジカル面で強靭でなければならない。タフネスは必須です。また胃の上はモーションなしでとてつもないパワーのパンチを振ってくるので、それに対処するだけの反射神経も必要。パワーパンチを打つための体勢を整わせないこともポイントになるため、胃の上のリズムを崩すだけの上質なジャブも必要。前に出るにせよ、距離を取るにせよ、優れたジャブを持っていなければ攻略は難しい。ボクシングでは常にリズムが大事。胃の上に関してユニークなのは、開始から1、2ラウンドで相手のリズムをつかんでしまうこと。それゆえに序盤から強打を叩き込むことが可能になっている。それを許さないためにハイレベルのジャブで胃の上の体勢、タイミング、リズムを狂わせる作業が大切になってくる。ドネアは有利ではもちろんない。だがチャンスはある。ドネアは確かにジャブに定評がある選手ではない。それでも歴史に名を刻むほどの王者。胃の上はすごいパンチャーだが、ドネアも同様に素晴らしいパンチ力を持っている。この2人の現状での違いは、ドネアの方がより上の階級の選手との戦いを経験しているということ。ドネアがこれまで KO されたのはフェザー級時代のニコラス・ウォータース戦だけ。ウォータースはフェザー級でも大柄な選手だった。26勝 21KO1 敗1引き分けと高い KO 率を誇り、身長は 170cm でリーチは 185cm もあった。結果的には6ラウンド KO 負けしたが、序盤には左フックからの右ストレートで KO 勝ち寸前まで追い込んでいる。この試合でウォータースは WBA の2014年10月度月間優秀選手に選ばれている。エドワーズはそんな選手との対戦を経験し、よりサイズに恵まれているのだから、ドネアにも勝機はあるとしている。ドネアに対してはシュガー・レイ・レナード、ロベルト・デュラン、トーマス・ハーンズ、イベンダー・ホリフィールドら以上の評価をし、胃の上に対してはパウンド・フォー・パウンド1位と同等の評価をしている。つまりボクシング史上最高の2人の試合だ。さまざまな意見が出て当然と言える。きっと最高の試合になるだろう。結果的には年齢差、井上尚弥の若さ、充実ぶりを見るとやはり井上尚弥の KO 勝ちが妥当と言える。井上は今後バンタム級での4団体統一をまずは優先的に考えていきたいと話している。4団体統一、4階級制覇するための試合だと思って臨みますという。 WBO バンタム級王者のバトラーも統一戦に乗り気だ。ドネアに勝ち、バトラーとの統一戦を制し、まずは4団体統一王者になった姿が見たい。井上尚弥チャンピオン、応援しています。あなたはどう思いましたか？コメント欄で話し合えたら嬉しいです。